にちは。今日はインスタ360 1RS の開封と試し撮りをしてみたいと思います。8月にはすでに購入していた商品なんですが、コロナの自宅療養とか入りまして、だいぶ開けるのが遅くなってしまいました。なかなかいいっすね、これ。今回購入したのは 4K ブーストレンズと5.7K 360度レンズのツインセットとなっています。360度カメラは初体験なので、個人的にとても興味があります。付属品はケーブルに説明書、その他にはレンズ拭き、360度レンズ用のキャップ、カメラ部位の専用ケージとなっています。早速外に持ち出して撮ってみますね。360度カメラを触るのは初めてなので、とりあえずぐるりと回してみました。僕の YouTube 動画で画質は伝わるかな。360度カメラというのは魚眼レンズを2つ背中合わせにくっつけて、電子的な処理で映像をうまいことつなぎ合わせているというのは頭では分かってるんですが、実際見るとこれ結構すごいですよね。本当にびっくりしてしまいます。この視点変更はちょっとくどかったかな。360度レンズはこの辺りにして、ここからは 4K ブーストレンズで撮影してみたいと思います。どうですかね、これ。こう
なんていうか本当にペダルを漕いでるような感じってないですか？ここは前橋商業の練習グラウンド脇です。打球とかがこう人に当たらないようにってトンネルになってます。いろいろ試したいことはまだまだあるんですが、今日はここでお別れです。